こんにちは、メガネチャンネルです。いやちょっとね、急遽この動画を撮ってるんですけれども、非常に困ったことが今起きましてですね、原因不明なので、ちょっと皆さんにもアドバイス欲しいなと思ってね、このトラブルを動画にするというね、ことを急遽やっておりますけれども、僕今動画作ってたんですよ。この間出かけた時のね、 Vlog をこのキャラクターを使ってね、紹介しようかなと思って Vlog 動画撮っててですね、ちなみにこのキャラクターちょっと直したんですよ。かわいいでしょ。これちゃんと歩きますからね。はい。でほら、手にソニーの ZV-1 持ってますからね。あと右手にちゃんと Apple Watch してますんで、でこんな感じでね、 Vlog 動画作ろうと思ったんですけど、すごいね、謎のバグ、多分バグ現象が起きてですね、ちょっと皆さんにも見てもらいたいんですけど、今これキャラクターアニメーターの画面で、ちょうど収録してね、録画が完了したところだったんですよ。でこれを、プレミアの方にキャラクターアニメーターのデータをね、読み込んでみたいと思います。まあ基本的には読み込みを選んで、先ほどのね、見せてた、歩くキャラクターのね、録画したデータがこの中に入ってますんで、これを読み込みます。でちゃんとシーン選べるんですよね。はい、このシーンの中に録画してますので、このシーンを選んで OK をします。そうすると、はい、このね、素材の中にキャラクターアニメーターのデータが来ました。はい、こんな感じで数十秒ね、ちょっと読み込みに時間はかかるんですけど、キャラクターアニメーターで作ったデータがね、このようにちゃんと再生もされます。おかしいのはね、こっからなんですよ。このキャラクターのデータをですね、タイムラインに配置しますね。はい、どうですかこれ。赤いんですよ。なんでか知んないけど赤いの。ほら、おかしいよねこれ。で僕別にそんな設定とかいじってないんですよ、今まで通りで。なんでこうなるんだろうみたいな。で他のキャラクターアニメーターのデータでも試してみたんですよ。読み込んだらやっぱりね、赤いんですよ。なんかクイックマスクかけたみたいな感じのね、赤なんですけど、これ謎でちょっとね、原因不明で困ってるんですよね。だからね、今僕動画作れないんですよ。いやー、で消せないのはこのソースモニターにはちゃんと映ってるんですよね。ここまではちゃんと読み込めてるんですよ。だからキャラクターアニメーターのデータが何かおかしいわけではないと思うんだよね。でもこのソースをタイムラインに読み込むとね、赤くなるっていうね、謎の現象が起きてですね、いや何も設定をいじった覚えはないんだけど、何か間違ってボタンを押してそれが原因でこう赤くなっちゃってるみたいなね、ことがあるのか。いやー、困ったなーっていう感じで、試しに書き出してみようかなと思って、はい、こんな感じで作った動画書き出してみようと思ったらやっぱり赤いんだよね。赤く書き出されちゃうですよ多分。はい、ということで動画がね、作れないんですよ。作りたくてもね、赤くなっちゃって作れないっていう非常に困った状態になっております。なのでもうせめてね、この赤くなるぞ、困ってるぞっていう動画をね、作ろうかなと思って今収録してますいやもう本当、どなたかアドバイスください。こうすると治るよとかね、何でもいいんでね、アドバイスもらえるとすごい助かります。このまんまだとね、メガネチャンネル本当赤いキャラクターの動画になっちゃいますんでそれだけは嫌なんでね、なんとか改善をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画で、次の動画が作れればいいんですけどね、次の動画で会いましょう。じゃあバイバイ、おやすみなさい。